こんにちは、速稼塾の久保です。前回はこのカプリコン1の映画レビューをしたわけなんですけども、今回はこの前お話した通り、このファイナルカウントダウンというね、この映画についてのレビューをさせていただきました。まあ、これっていうのはね、結局ね、あの海運のタイムスリップものなんですよ。1980年の作品なんですけども、だから今からだいぶ前ですよね。40年ほど前の作品になります。で、当時ね、原子力空母ニミッツが訓練航海中にタイムスリップをしてしまうんですよね。そして、40年前の太平洋戦争前夜ですんでね、真珠湾攻撃の前の日にタイムスリップするんですよ。で、そこで、今まさに、秘密裏にね、奇襲攻撃がかけられようとしている真珠湾の近辺に、このニミッツ空母とその取り巻きのね、戦闘機、最新鋭のね、戦闘機がトムキャットとかね、 F-15 とかそういうのが原子力空母と共にいるわけなんですよ。まあ、ですんで、まあ、アメリカの立場としては、当時のね、真珠湾攻撃、奇襲攻撃の、まあ、苦い経験を今こそ取り戻すチャンスだということで、まあね、まあ、防衛する戦闘機を叩き落とすゼロ戦をなんとか防いで真珠湾攻撃を守るんだと。我々はアメリカ海軍なんだから、それが時代がいつであろうともアメリカを守るために存在するんだっていうふうに、まあ、考えるものと、いや、歴史に介入するべきではないと。すでにここにいる時点で歴史に介入してしまったんだから、何としてもまた別のね、時間軸に戻るための方策を練るべきじゃないかなっていうふうに考えるのと、ちょっと分かれるわけなんですよね。まあやっぱりね、その中にね、昔の真珠湾のことが大好きで、歴史が大好きでね、研究してる人もいるわけなんですよ。で、そこで織りなすドラマっていうのが、私たちをね、なかなかワクワクさせてくれるわけなんですけども、まさに真珠湾攻撃、本当直前、まさにカウントがね、10、9、8と進む中で、ファイナルカウントダウンっていうのは最後のね、3、2、1のあたりをファイナルカウントダウン、最後のカウントダウンだよと、もうクライマックスだよってことを指すらしいんですけども、まあ、そこに来てね、また時空の歪みが発生して、その時空の歪みに飛び込んで元の時代に戻るのか、それとも留まって真珠湾をあくまでも守っていくのか、さあそれがね、レタマレになっちゃうので、映画の方を見ていただきたいと思います。私のね、気になったのはね、あのいい日旅立ちって日本の曲があるでしょ。あれをね、いい感じでアレンジした、BGM が随所で使われてるんですよ。これ何か意味があるのかなと思っちゃうんですけどね。まあ私たちも日本で戦争映画を見るときに、あの曲がね、よくかかってたりするのを、耳にするんですけども、まさかアメリカでもね、使われてるとはね。そして、当時1980年からは考えられないことですけども、今は中国という国がね、かなり軍事的にも経済的にも世界を台頭してくるようになってきて、まあ、アメリカと勢力を二分してですね、まあ、今日本というのは世界の脅威ではなくて単なるお荷物になろうとしてるわけなんですよね。まあ、そういった日本とアメリカ、そして新しい大国中国との向き合い方を考えさせられるようなところもね、あったかなと。だから今の世界観とか国際観でこれを見ると、まさにね、なかなかのもんだなとさらに思いましたね。ということで、あまり詳しくは喋れませんけども、きちんと日本語訳もされている、1980年の作品ね、ブルーレイで出てます。これほんと珍しいですよ。続編も作られてないような、いわばね、 B 級映画とも取られかねないようなこの映画が、きちんとね、こうやってブルーレイに復活してきてるっていうのは、もうすでにどんな細かいコンテンツでもこういう風にブルーレイ化するような時代に入っちゃったのかなと思いますよね。まあどっちにしても、あの頃、小学生の頃ですけども、私これを見てですね、ものすごくね、ワクワクした思いがあるんですよ。タイムスリップする軍隊がどうなるんだろうかとかね。フィアデルフィアエクスペリメントっていうやつも続編まで作られたんですけど、あれもなかなかね、面白かった。ジョン・ハーディグっていう主人公が出てくるわけなんですけども、あれもね、今、VHS がありますんで、なんかブルーレイはまだ出てないんでしょうかね。ちょっと次はね、フィアデルフィアエクスペリメント見てみたいなと思うんですよ。ただあれはね、なんかね、ちょっとまだ手に入ってないのかな。あのリメイク版はね、結構簡単に手に入るんですけども、当時版っていうのがないんですよね。まあファイナルカウントダウンはリメイク版はなかったんですけども、当時のフィルムそのまま、私の思い出のそのまま、そのセリフのそのまんまが出てきたなと。最後に私に印象に残ったのは、積もる話が山とあるなというね。まあ、注意の言葉だったかなと思います。まあ、あの見てない方は何のことかわからないと思いますけども、あの懐かしさを、ね、想起させたい方はぜひご購入いただいてもよろしいんじゃないでしょうか。あのカプリコン1とともに、こういうね、あんまり売れてないやつは高いです。4,000円ぐらいは覚悟して、だいたい2,000円でメルカリとかで出ていればもう即買いって感じでやってみてください。2つで私の場合は6,000円でした。じゃあ以上です。ありがとうございました。